はい、今日はですね、つぼみ母ちゃんの動画です。はい、はい、おはようございますですね。はい、つぼみちゃん、こじこじと今ね、結構つぼみちゃんがね、お母さん役しております。はい、自分の子供と勘違いするみたい。結構ね、ずっと笑顔でね、朝一番にね、つぼみちゃんを外に出してあげるんですよね。ほいでね、ゆっくりしてほしいんで、もうね、ほとんどね、大ちゃんとかあきらとかはね、たまに入れてあげるんですけど、ピーちゃんとかも入れてます、わさびもね。でも他の野犬たちとはもうね、つぼみちゃんもね、精神的にね、ちょっと参っちゃったらダメなんで入れてないです。それでね、朝一番入れる時はね、こじこじがね、今すごい暇状態なんで、こじこじとね一緒に入れてます。それでね、つぼみさんを先に入れたらね、ここ犬舎の前でね、ずーっとね、こじこじを出てくるのを待ってるんですよね。だからね、もうちょっとうんちとおしっこね、つぼみちゃんがした後にもうこじこじ出してあげるんですよね。そしたらすごい面倒見、放っててもね、すごくね、こじこじの行くとこね、ついていってね、見てあげてるみたいな感じでね、ほんでもうね、ちょっとゆっくりできたらもう帰りますっていう感じで、入り口の前でこうやってね、待ってはるんですよね、開けてくれるの。そんな感じです。でこじこじもね、結構つむちゃんには何もわーっと何て言うんですか、遊ぼうってあんまり無理にね、遊ぼうってやっていかずに、いいコンビ、お母さん役をすごくやってるみたいなね感じです。はい、ちょっとね、もうバテてはります。かなりいろいろと行動してはりましたんで、って感じですね。はい、つぼみちゃん、ちょっとね、やはり波がある状態になってますね。ちょっと薬を連続して使ったり、でステロイドがね、内臓に悪さするの、他の抗生物質もそうなんですが、内臓に悪さするのが嫌で、結局波も足してね、ステロイド投与を、まあひどくなってきたらですね、咳がひどくなってきたら、1週間ぐらいステロイド投与続けて、それで、また落ち着いてきたらステロイドを引いていくっていう感じでね。で今使ってる、投与してる薬はですね、ステロイド、ステロイドを咳がひどい時は1日あたり20ミリですね。それでマシになってきたら徐々に抜いていかない、ステロイドって次使う時に効果発揮しないということで、また1週間なり10日なり使って徐々にステロイドを抜いていくんですけどね。で1日10ミリにして、次2日にいっぺんにしてとか言って、スーッとステロイドを抜いていくっていう形でやってます。それとあと気管支拡張をやってますね、飲ませます。はい、それと痰を切るね、抗生物質があるんですが、それもね、きつい薬なんで、あまり使ってません。ちょっと痰が絡んでしんどそうだなっていう時にちょっとね、投与しているっていう形です。それでね、もう4年以上、今年の冬で5年になるんかな、続いてます。はい、そういう形でね、完了しております。はい、こじこじ、ちょうどいいかなと思います。大きさ的にもね、つぼみちゃんあんまりね、大きい子、
と遊んだりとはできないんでね、もうね。で、こじこじぐらいならね、結構、結構大丈夫。こじこじ。いい子ですよ、この子。それでね、暑さも乗り越えてっていう形で、まあ、走り方はスキップ走りみたいになるんですが、顔面麻痺の方ですね、ほとんどしなくなりましたね。あまりハードなことをさせないっていうかね、落ち着いてきたる、きたんで、あまり派手には遊ばなくなりましたからね。それでね、顔面麻痺とかは今のところね、あまりしないっていうか、ほとんどしないようになりました。ですごい甘えん坊で常に一緒にいてるみたいな感じで、いい子ですね、この子。何も問題がなくなりました、あの体以外はね。で、顔面麻痺の方もね、結局興奮してくると何か出てくるような感じで、興奮のコントロールすれば別に問題ないと思いますね。今まで見た結果なんですがね。だから興奮コントロールしてやれば、まず大丈夫だと思います。はいはい、つーちゃん、だからいいコンビだから。いやね、多頭飼いで派手な子いてるとこはちょっと難しいかな。だから逆にフレブルがいてるとこに入れてしまうとちょっとまずいかなっていう感じですね。だから一頭飼いもしくは穏やかな子のいてるとこなら、どちらかっていうと穏やかな子がいてる、先住犬がいてるご家庭ならすごくいいんじゃないかなと思う。つぼみちゃんみたいにね、穏やかに暮らしてる子のとこいれば穏やかになってくるんですよ。それでね、結構それでいい感じになるんじゃないかなと思います。はいはい、つぼみちゃんですね。いいでしょう、このつぼみちゃんののんびりタイプ。のんびりとね、マイペースでのんびりとねしてね、こういう子もいいなと思いますね。ずーっと寄っていきますね、つーちゃん、つーちゃん。ほんでね、僕が姿消しててふいっと現れたらワオワオ言ってくれますね、結構ね。でもね、カメラの撮るタイミングがね、すごくずっと持ってなダメみたいなんでね。でこじこじが出てきた時ってね、結構言ってくれますね、ワオ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 ってね。今日ちょっと撮り損ねました。はい、いいでしょう、つーちゃん。はい、それとね、今日なんですが、いよいよ土佐が来ます。はい、でちょっとね、土佐が来て、土佐を保護で迎え入れるのはお初なんですよ。それでね、ちょっと動画を休みするかも分かりません、1日2日ね。土佐を確実に見切って、はい、それでご報告いう形になります。当然ね、迎え入れた時とかの動画は撮っておきますが、どういうことになっていくかがちょっと不明なんで、で持ち込み、保健所持ち込み、飼い主さんが持ち込んだ土佐で、年齢が4歳ぐらいの女の子です。飼育放棄ですよね。なぜ保健所へ持ち込んだんだっていう感じしますね。なんかね、土佐とか保健所入っちゃうと出しにくいんですよ。それでね、出してくれる人も少ないじゃないですか。だからね、あまりそういう犬を飼って保健所に持ち込むのはなしにしてほしいですよね。でどういう子か大まかは聞いてます。写真も何も見てないです。大まかに聞いてます。ちょっとね、ネグレクトにあっていたっていうかね、ちょっとじゃないです、生まれてからずっとネグレクトにあってて、もう経験不足、完璧な経験不足の子です。はい、
これとね、足とかにすごくタコができてるって聞いてます。はい、そこのとこ見なきゃわからないですけど、ちょっと獣医さんに相談かもわからないです。はい、性格的には穏やかなことは聞いてます。はい、それもちょっと見てみなわからないですし、犬に対してね、土佐は要注意なんで、犬に対してどうなのかっていうのも、もうこちらに来ての判断になっていきます。はい、まあまあ、経験不足がどうなっていく、どう正確に現れてるかっていうのを、いろいろ検証していきたいと思いますね。そういう感じで思ってます。まあね、体重が40キロぐらい、今30キロぐらいでガリガリらしいです。食べさせて肉つけてあげれば40キロぐらいになる子だと思います。女の子の土佐だったら標準ぐらいなのかな、ちょっと小さいぐらい、だと思いますね。男の子だったらね、80キロ90キロって言ってますけどね。どんな子かっていうのがちょっと楽しみプラス不安でおります。それと飼育環境っていうかね、飼育場所は、普段は120センチ一番大きいクレートですよね。あれ大活躍してます。ほんとね、いただいてね、ほんと助かってますね。あれね、高いんですよ。5万円弱するんかな。買うとこによっては5万円オーバーですね。その馬力に入らせて入れさせてもらいます。あとね、散歩とかね、どういう感じかとか見させていただいて、またご報告させていただきます。ちょっと不安な今日です。はい、ということで、いつもいつもご視聴ありがとうございます。つーちゃんも元気でおります。それとこじこじも、涼しくなって、すごく体調がよく過ごしております。はい、いつもいつもご視聴ありがとうございます。それでは失礼します。はーい。